さ、念願の海岸線走っていきます。やばいっすね、海です。くわーすげー。さて、道の駅月ヶ瀬で小休止しました。さあ、到着よ。出発時の到着予想時刻より2時間も押してますけど、しゃあないっすね。天城越えです。まあ旧道には行かないんですけど、天下の天城越え。びっくりしますね。常連の滝とか見てみたい気もしますけど、急ぎの旅なんでそうもいかないですよね。道の駅常連の滝、ここなんすね。のんきに寄ってる場合じゃないんで先を急ぎます。残念ですけどね、まあいかんせん日帰りで伊豆往復するつもりなんで、もう共帰りなんじゃないですかね。これ200ぐらいしないと回りきんないですよね。群馬だって1日で回れないですからね。まあ生きてればまた来ることもあるでしょう。道の駅天城っすよね、今のが。あと50キロ、だいぶ近づいてきましたね。出発時は270キロとか書いてありましたからね。ここ行くと天城水道があるらしいですね。すげえなんか難所っていうか、完全に林道なんで、それも未舗装のやめときます。絶対やばいっしょ。わあ寒い。新天城トンネルです。
天城随道旧道の方は中がなんかレンガ造りのあの五湖川の先のアプト市のトンネルみたいな感じで、もうすごいんですよね。ポタ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 雨が下川に、天城峠を越えたってことですかね。さてしばらく海までワープしますかね。景色変わりそうもないんで、うん、すごい峠だね。来ましたよ。七だる高架橋だそうです。とんでもないところに。ここも来たかったんすよね。七だる高架橋目もありそうっすよね。すごい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 っすね。うわ、何回回るのこれ。うわー、すげえ。下から見たいよね。さすがに今日のメインディッシュですよこれ。
まあここまで来て少しぐらい早く着いてもどうにもなんないですからね。あれここでしたっけね、ストーンメーカー欠席さんがミラーが曲げちゃったとかっていうのは違いましたっけいやすげえな、うわ、すごい行列のわさびご飯のお店がありました。せて360でこの光景を収めて先を急ぎたいと思います。いやー見応えありますね、これ滝沢ダムでしたっけ、あそこよりも一回り長いんですかね、半径は小さい気がしますけどね。いやー来れてよかった。河津橋っていうんですかね、を後にします。